こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、ちょっと勇気を出して、ね、一般公開動画でやってみようかと思います。例のやつでございますけども、例のやつ、ネクストがですね、もう装いを新たにというか、前回のものをパワーアップして、どうパワーアップしたかというと、やっぱり前回のね、欠点をこうね、クリアにして改善してですね、そして美点を伸ばしていくと。そして今度はワールドですよ、ワールド、世界で展開するこの例のやつネクスト、なんと言っていいのか分かりませんけどね、これが始まるわけですよ。でスケジュールとしては、これは私の予測ですよ、予測ですよ、予測ですんで、まあ独り言だと思って聞いてください。まずね、2月中に案内があります。まずはトップリーダーとかアクティブな方から説明があります。でその説明と申し込みの後に一般公開をして、主にはですね、現在リーダー役としてダウンラインを抱えてらっしゃる方の発信を受け取った方が参加するかどうかを決める形になると思うんですよね。まあそういった形で現行の組織っていうのはそのまま生かされる形ではないかなと思うんですよ。その発表が2月中にあります。で申し込み書も届きます。でいろいろとね、手続きもできますと。非常にですね、有利な形でスタートできると思うんですよ。でプラスですね、5月あたりから例のこれですね、これ変、ね、あれが入ります。入ると私は予測します。なぜなら、去年のですね、2019年の年末あたりまでファイナルっていうものが販売されてましたよね。このファイナルの支払いが5月からなんですよ。ということは5月あたりから徐々にですね、マネーストックがリリースされて解放されていって、皆様の口座に入るという見通しを立てての今回のスケジュールだと思いますので、5月あたりから始まるなと思ってます。で2月のネクストに参加された方もだいたい5月から最初の編がね、入ってくるというふうに考えればかなり符合するんですよね。でここまでが私の予測ですけども、皆さんはどういうふうに予測立てられてますかね。ダメになってパーになって逃げられるって予測立ててる方もいらっしゃると思うんですよね。でももしかしたらどうにかなるんじゃないかなって感じてらっしゃることもいるんですよ。もし感じてるとしたらですね、今後どうなるかを自分なりに予測を立てて、その予測に基づいて裏付けを拾っていくって作業をして検証っていうのが完成するんですよ。私はそれをずっとやってきました。5年以上です。まあ、ですので私が多分こういうふうに思うんだけど、個人的にはこうなんじゃないかなっていうのが今までずっとその通りになってきたのは、この検証がかなり正確だからではないかなと思うんですよ。で、毎月のね、売上予算的にもグループ全体の売上予算的にも私が推測した額と一致してるじゃないですかね。全然ずれてないですよね。まあ、こういうことを鑑みていって、誰の発信を当てにするべきかどうかっていうのもだんだん分かっていくんじゃないかなと思います。もちろんですね、私の言うことすごいでしょと、私の言うことがすごいからついてきなさいよっていうことではないです。他にももっとすごい発信をしている方とか予測をされている方いると思うんですよ。私は見たことがないですけども。ですからそういう方を人脈として見つけていく作業がビジネスで勝ち切る秘訣なんですよね。そういう作業をぜひね、これからでもいいんでやってみていただきたいと思います。そしていろんな方とつながったら、今でしたらね、 LINE グループっていうのを作れますから、そこの管理者になっていろんな方とね、コミュニケーションを促進していって、自分だけのそういうふうなコミュニティサロンみたいなのを作っていって、MLM をね、自分の味方にしていくってことをやる。これがですね、勝利の法則です。何もせずに情報を待つ、何もせずに変化を待つ、それはビジネスに参加しているとは言えないと私は思いますけどもね。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。それでは失礼します。